こんにちは、ナイル店のおたぎりです。今回は新生活おしゃれ企画、初心者でもできる前髪の巻き方をご紹介します。今回はストレートアイロンを使っていきます。設定温度は120度ぐらいがおすすめです。まず前髪を中央に集めます。次にストレートアイロンで中間から毛先にかけて内に巻いていきます。次にコームを使ってバランスを整えていきます。最後にオイルで仕上げていきます。オイルを手に適量取ります。オイルを指先になじませて毛先中心にオイルをつけていきます。仕上げにコームで整えたら完成です。とっても簡単なのでぜひトライしてみてください。おしゃれなご相談はサービスでお待ちしております。